はい、のめさん、こんにちは。まあ、とりあえずね、昨日、まあ、うちのチャンネル見てもらったんですけど、昨日のね、麻雀上がってるんですよ。まあ、本当はね、ボツらしも良かったんですよ。まあ、明らかに俺のバイト時代のくだらないこと話してただけなんで。まあ、でもなんか、せっかくね、8戦5勝、まあ、3戦5勝か。あ、違う、3勝5敗か。で、なんとかね、8戦クリアしたんで、まあ、第3ゲームパーになったのも、まあ、動画的には面白いなと思って、まあ、結局上げちゃいました。ってことでね、タブレットの方、残った8試合の方、今日さばいていきたいかなと思います。では、なんか、まず、チケット戦もらったんで、チケット戦からやっていきたいかなと思います。で、今回はね、まあ、久々ポケモンというところでいきたいと思います。ポケモンゲットだぜ。大地の中、水の中、草の中、森の中。で、つい最近あれだよね、あれ、先週だっけ、先々週からシゲルが出たの。懐かしいよね、シゲル。大変だけど、ちょっと遅えな。ポケモンゲットだよ、いいよ、いいよ、いいよ。これも早すぎるな。マサラタウンに間違えた。マサラタウンに間違えた。バイ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 、俺はこいつと旅に出る。鍛えた技で勝ちまくり、仲間を増やして次の街へ。いつもいつでもうまくいくなんて保証はどこにもないけど、いつでもいつも本気で。やべ、朝飯に食ったスパゲティがグッとくせ。ああ、憧れのポケモンマスターになりたいな、ならなくちゃ絶対なってやる。今回のやつね、全部あの短いのやつなんで、すいませんね。短いやつがね、ちゃっちゃと出てきちゃったからね、短いやつすいません。あ、俺このオープニングあんまり知らないんだよな、正直。俺ね、ポケモンってね、見た記憶あるのってね、あれなんですよ。あの、ポケモン放送局っていうのが昔放送されてた場で何回かやったことあるんですけど、それの放送されてたやつか、あと、ポケモン金銀編なんかあの、ジョートリーグで、あの、ヨーギラスあたりなんか俺見た記憶あるんですよ。むしろヨーギラスあたりしか覚えてないっていうね。というわけで、この歌パス。あー、あれか。オーケー、次に進む。マジ？あー、そっか、お前ピンズ持ちか、そういや。うわー、失敗した。オーケー、風が変わっても、変わらないあの夢。どこまで来るのに夢中すぎて気づかずにいたけど、新しい世界の扉の鍵は大事にゲットしていたよ。ゴールデンサン、シルバームーン、お日様とお月様。ポイしない。もう見守ってくれてるよ。だから、OK、不安なんて食べちゃおう。OK、自慢の技から元気。OK、名前も声も知らない。あいつらが待ってるはず。あいつらに会いたいんだ。これでもほんと古い歌だよね、OK って。昔ね、コブタスの時に見たことある。うわぁ、懐かしい、この映像。そう、俺が知ってんのね、これなんですよ。オープニング4番。あ、ごめん、4番か。そうそう、このね、バンギラスのオープニングがね、俺見た秒あるんですよ、これ。懐かしい、このオープニング。やっぱね、ポケモンはね、霞好きだった、俺。やっぱね、たけしのね、霞がね、うれーって引っ張っちゃうからね、あれ好き、俺。マサラタウンにさよならバイバイ、俺はこいつと旅に出る。でもさ、なんとなくやっぱりさ、ジョートリーグの時ってさ、何がすごいかって、やっぱりあのカメックス対カメックス対リザードン、あの試合はね、俺感動した。あとやっぱりさ、その前にほら、あのなんていうの、ヨーギラさん何しかあったからさ、ほんと昔のポケモン懐かしいよね。ただそれを放送しなかった YouTube のクソポケモンアカウント。俺若干恨んでるかな、あれ。勝ちまくり
仲間を増やして次の街へ、いつでもいつも怖く行くなんて、保証はどこにもないけど、いつでもいつも本気で生きてるこいつたちがいる。あー、こ確かさ、この4期がなんかってさ、夏祭り歌ってるホワイトベリーだかなんかがオープニング歌ったらしいんだよね。結構懐かしいよね。今ホワイトベリーってまだ活動してんのかな、あんまり知らないんだけど俺。うわー、アンカン2発か、面白いな。いやー、9ピン切っちゃってんだよな。しかも両方とも、ね、ダブルであれなんだよな。これでもさ、ロースをくればリーチかけれんだよね。4ピン、3数、両方安牌か。うわー、ちょっとごめん、ポンしたいけどできないんだよ、それ。確かこれがさ、あの、ジョートリーグ最後のオープニングじゃね？風を感じて、大地と呼吸合わせ、ジャンプした瞬間、胸に響いた声、君なら大丈夫、振り向けばみんなが笑っている。追いかけてたいこんな自由な感じ、眩しい太陽に手を伸ばして、昨日を見つめて後戻りした、涙もあったけど。え、嘘、やった。ちょっと待って、普通にポケモンだから気づいてなかった。マジで。え、今何が起きた。俺が確か関して積もって、今何が起きた。ちょっとごめん、俺今何が起きたか見てなかった。ちょっと後で見直そう。今マジでさ、100万バーンって出たけど、俺何かのポンって頭飛んだからね。を見つめて歌に集中してきた今。した涙もあったけど、気にしないで、未来へのステップは続いている。進め進め君と七色の虹越えて、レディゴーもっと遠く、雲を突き抜け空へと。でもね、俺ポケモン一番好きなんてやっぱバトルホンディアかな。多分ちょこちょこ言ってるけど、あ、懐かしい。アドバンスレーションじゃん。アドバンスレーションって何年前だっけあれ。多分ね、アドバンスレーションでもね、もう15年ぐらい前なのかな。確かさ、バトルグラン、あ、違う、ダイヤモンドパールが2005年か6年頃。俺が小学生の中ぐらいの時。だからね、多分ね、俺が6、だから2000年、いつだ？ちょっとわかんないんだけど、ちょっと待って。いつだろうな、あれ。多分ね、2002、3年、多分ね、それだと思うんですよ。だから俺がほんと、4、5、あ、ごめんなさい。7、まあ小学生入ってすぐ、だから2000、多分4年頃小学人生なんで、多分2002、3、4年。多分ね、その辺だと思うんだよな。これさ、ブーってなると怖いよね、ちょっと。あいつ何杯わかんねえんだよな、俺。ゆうきりんりん、元気はつらつ、興味津々、生きようよ。ポケナビ持って、準備完了。先手必勝、油断大敵、やる気満々、一気投合。なんだ、1000円か。あ、ごめん、1000円じゃなかったんだ。あ、そっか、トイトイってのか。あ、ごめん、ポイントか。ミラノシティに沈む夕日よ、ダブルバトルで燃える明日、マッハ自転車飛ばして進もう。ワクワクしたいよ、僕らの夢は。あ、ごめん、今か、声だけだった。新しい街でときめく仲間探していくんだよ。よー、
ゆうきりんりん元気はつらつ、興味津々勢いよいよ。懐かしいな、ポケモン。まあ、とりあえずさ、ダイパトなんだっけ、今リメイク入ったのかって、ダイパト、あ、ダイパか。そう、だから俺スイッチ欲しいんですよね。ダイヤモンドパールのリメイク欲しいんだよ。でさ、個人的にわがままで言うとさ、俺ファイアレッドとリーフグリーンリメイクしてほしいんですよ。まあ、もともとファイアレッドとかさ、リーフグリーン自体がさ、あの昔のポケモンなんですよ。だから赤と青とか時代。確かね、赤と青と、青と黄色って、あ、ごめん、赤、青、緑、黄色。あの、昔のね、ゲームボーイアドバンス持ってる人だったんですけど、あの、ゲームボーイアドバンスってちっちゃいカセットなんですけど、それよりね、でっかいカセットがあって、それでね、リザードンと不思議バナと、カメックスとピカチュウの絵が描かれたね、あの、ポケモンのカセットが昔あったんですよ。俺が生まれる前だったんですけど、あれ、俺中古で買ってもらったんですよ、あれ確か親に。だからね、個人的にはね、今の時代にこのファイアレッドとかをね、リメイクしてほしいんだよね。まあ、それこそだから、金銀編。まあ、金銀編はさ、確かあれ、なんだっけ。名前出てこないんですか、なんだっけな、ハートゴールドソウルシルバー、確かあれでジョートリーグは、リメイクされたんですよ。で、オメガルビー、アルファサファイアもリメイクされたし、で、今回、ダイパがリメイクされるし。くしょーだからね、個人的にはね、ファイアレッドリメイクしてほしいんだよね。負けっこない、止まらない、最後まで、一人じゃない、寂しくない、まだまだワクワク、冒険終わらない。キラリ朝日きなぎタウン、今日も元気かピカチュウ、やる気元気リュックに詰めて、ピンチとチャンス裏表、勝つも負けるも俺次第、強さ優しさ眩しい笑顔、胸のマップで見つけるぜ、もっともっと高く目指せ、俺はチャレンジャー、行くっきゃない、やるっきゃない、負けっこない、止まらない、いつだって聞こえたい、守りたい、君が傷ついた時は振り向かない、うつむかない、へこたれない、諦めない、信じてる、焦らない、慌てない、いつも遥かな夢目指して。ああ、確かこれってあれだっけ、歌詞が入ってないごちゃ混ぜだっけ、ちょうどだからね、なんだっけな、このね、なんかね、歌詞が入ってない音だけのやつって、俺覚えてんだけどね、なんだっけな、ちょうどね、ホーエンリーグの時だ。あの、どこの大会だかするけど、あの、正宗っていうダンバル使いが出てくるあの時だったと思うんだよ、この音楽って。これ歌詞覚えるの大変なんですよね。目指せ、俺はチャレンジャー。やっぱ2P に初期上がれたのか。まあ流れたのはいいけど別に。まあそうだね。まああいつからローンしたかったのが本音だけど、であいつちなみにごめん、マチパイなんだったっけ、見てなかった。うわーどうしようかな、全体、あーでも、まあ、素直にいくか。なんでこれ、確かエンディングなんだよね、この歌。夢はいつか本当になるって、誰が歌っていたけど、将来いつか花開くように、夢が叶うもの。昔みたいにさ、ポケモンの歌ってまたごちゃまぜになんないかな。まあ無理だろうけど、懐かしいよね、ほんと。うわぁ、バトルフロンティア。やっぱいいな。光る大地に立ち、永遠の。うわ、ナイス、リズム一発ゲット、そして上がり、お疲れ。笑顔、ちょっぴり涙。みんな忘れないよ、思いは鳥も飛び越え、今君
ガン進め風切ってガンガン行くぜ最後まで完全あこれしまったチケット戦だってこと忘れてたやっちゃったアイウェイどんどんパワー盛り上がってどんどん勇気湧いてくる限りない力を信じようやっぱバトルフロンティアね俺好きだったね、まあ、今までのさサトシってさまあ大体ポケモンリーグになるとさ昔のポケモンもちょこちょこ呼んでたりしたんですよあでもねジョートとホーエンはそんなに呼んでなかったのかなちょっと、ね、バトルフロンティアだけはね呼んだんですよね一応どこあの場所を目指しスタートかけようぜまあ俺は人生が、まあ、まあ約3分の1かポケモンは残りの3分の1知らないですよね俺なのに力が湧いてくる傷がうずく汗が飛ぶだけどはっきり見えてくる世界の広さってほら思う以上にとんでもない笑っちゃうほど武者震い何万マイル夢を追いかけまだ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 ポテンシャルいつ紐ぎゅっと結び直そう愛の俺との約束果たそうどうしようかなこれ WE ペーコン狙いてえよなだから7来てリーチかけりゃいいんですよ一番はね理想はね理想はそうだよ77来てリーチかけりゃなぶつかり合っても分かり合えるぜ本気も本気一緒に走ろう行くぜウェルビーゼで多分ねこの後がね即信号地方なんですよダイパッドオープニング2つしかないんですよねダイパッドじゃないごめんバトルフロンティアかうわーやっぱ懐かしいなダイパなんかあれかな片落ちのさ DVD とかさ、VHS ねえかなうちね VHS は持ってるんですよで DVD レコーダーもあるから DVD もあるからだからね、ほんとね、昔の VHS の片落ちのやつが買ったら見えるんですよ。見たい。わがまま、見たい。とっておき不屈の心持って高い天岩山越えて行こう誰をゲットかなどこで出会うかなワクワク気分まるで秘密基地さ新しい街僕らは進む輝く森のな間違えた時の中でかイエ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 イ甘くないサンバトルはいつかこれ確か回転ってつかなかったっけ多分ラスパイだからつくよねなんかどうなのこれダブルってなんのああそうそうあほかあこれあれなんだイペコやっても2つやっても変わんないんだつまんねつまんね上がっといて失礼だけどつまんねでも一回ねこのダブルのイペコやるとして失敗したことあるんですよ俺確かにローンされたんだよしたら負けたんだよ私甘くないサンバトルはいつだって辛い苦い渋い酸っぱいね生きてるんだだから感じよう一緒にイエ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 イアクアジェットで吹っ飛ばしてけもやもや気分切り払いしてロッククライムほら乗り越えたらグッグスマイみんなグッグスマイこれちょっと違うんだよねオープニングほとんど歌詞、まあ、歌詞は一緒だけどハイタッチか行くしかねえんだよな喧嘩仲直りまた喧嘩
言いたいこといっぱいあるけど一番はいてくれてありがとう。旅は道連れよは情け、わかったような顔して。なんかいい音した、なんかいい音した。あ、でもそうでもないのか。まあリーズもドラに、そうだな、まあリーズもドラにぐらいか。あ、ごめん、あ、ドラにか。リーズもドラにだから漫画、あ、そっか、3個か。あ、そっか、3個か。はい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 、バニバンか。わ、なんか意外と痛かった。もういいよ。旅は道連れよは情け、わかったような顔してるけど本当はいてくれて嬉しい。ナイスパートナー、ナイスライバー、押してあげるよ、引っ張ってあげる。見上げる太陽、なんだか眩しくて。うまくいったらハイタッチ、へこんじゃっても元通り。一緒ならば諦めるのは早いぜ、ゴーゴーゴー。うまくいったね、ハイタッチ、バトル相手とハンドシェイ。一緒ならばもっと遠くに行けるぜ、ゴーゴーゴー。そう考えると俺最後にちゃんと見たポケモンの映画って多分あれなんだよな、シェイミなんだよな。多分 YouTube だとゲノセクトとかいろんなやつ見たことあるけど、ちゃんと見た記憶あるな、シェイミだな。ダメだ、ピンズカット行こう、これ。なんちゅうどこにあるんだよ。一発に二発か。へぇ、もう無理だもんな。顔してるけど、本当。まあまあ、しょうがねえ、しょうがねえ。まあ、最後泣いてもテンパ無理だもんな。まあ、しゃねえ、しゃねえ。押してあげるよ、引っ張ってあげる。見上げる太陽、なんだか眩しくて。うまくいったね、ハイタッチ、へこんじゃっての元通り。 We wish you now。 うわ、流し、あ、そっか、流しなんかんか。うわ、すっげえ、全然気づいなかった。うまくいったね、ハイタッチ、バトル相手とハンドシェイ。一緒ならば秋服に行けるぜ、ゴーゴーゴー。あ、でもポケモンの映画ってなんだっけ。待って、ダークライがあってギラティナがあって、あ、違う、なんだっけ。ダークライがあってギラティナがあってアルセウスだっけ。なんかその辺覚えてねえんだよ俺。その点がね、若干うろ覚え。俺ね、エブリディってあんま知らないんだよね。うわ、どうしようかな。アイアンテールでスマイル、これぐらいしか知らないんだよね。あ、どうしようかな。カレキナリキリハリキリ、みんなで進もうエブリデイ。海も川も山も越える、この何時最高。友情愛情根性、生かしてるよエブリデイ。いいねいいねいいね、行くぜ僕らグッポンネーション、バッチリコミュニケーション、映ってハイテンション、ごしゃららな、だから大丈夫。どうしようかな。この道目指せポケモンマスター。これが多分最後のあれかな、ダイパかな。ごめん、ダイパなんかもう一個あったわ。あ、これ今のやつか。次ってなんだろう。
うるせえな、ちょっと。あー、ブラックホワイトか。じゃあ俺知らねえわ。俺が悪いけど知ってんのはね、自慢。うわー、マジ？あー、タニアをドラッグ。あ、終わった。これは終わったパターンだ。多分これ配線処理だな。あ、しゃあねえ、しゃあねえ。じゃあエンディングいくか。多分前回もね、エンディングとね、オープニング両方やってんだよな。まあ、しゃあねえ、やることがねえんだ。歌はうちは悪いに悪いけど、ネタはねえ、ない。そんなにない。シティの後アイドルぐらいだよ。ほんとシティの後アイドルぐらいだよ。勝てる気がしない。多分このドラさんも多分ゴミとかすだろうな。仲間の数はさ、やっぱり絶対がっちり多い方がいい。運命的にはそりゃはっきりきっかりたっぷり51。引きはいいんだけどな。ポンしてえな。最悪ポンポンしてスパンだもんな。まあまあギリギリか。うわ、リーチかけられた。不思議か。うわー、リーズも一発。それはいた。あー、一発か。まあ、単用じゃないけど、まあ、安いか。あ、いつあるわ。あ、いつねえか。あ、ねえよ。まあ、どっちにしてもいけえな。さっきの役満勝ったのが、まあ、あれだけど、まあ、しょうがない。これはしょうがない。運だ。これはマジで運だ。これはしょうがない。俺のせいでもない。積もられたな、しゃあない。うわー、懐かしい。ニャースの歌か。意外とでもエンディングってニュアンスあるんですよね。それこそからポルカ踊るかとか。静かな夜にはおいら一人で切なくするのにゃ。暗い村で虫たちがこれをち。あれ昔だったっけど、ラララ言えるかな、君は言えるかなって。確かあったっけ。あれエンディングだっけ。なんだっけ。あんまり覚えてねえんだよな。食べてあげないのにゃ、月様が何まる。どうしようかな。市川しかちょっと天板かけてみよう。それ関して市川しかあんだよな。ごめん、関してみたい。ボケ取った。世界のどんにゃ、まるよりまるいにゃ。世界の、はい。まあ、テンパイ取れたのね。まあ、まあ、いいほうか。いや。うん、して、肌たんも狙ってみて。ああ、感された。地下は地下か。これあんまり知らねえの俺。あんまりって聞いた記憶がねえ。うわー、積もられた。終わった。あ、でもギリギリか。あ、ギリ、あ、そっか、本場が投げんだ。ギリギリ残った。これ絶対あの小林幸子の声だね。このね、あの演歌独特のこの声はね、多分小林幸子だと思うね。あ、違うのかな。あ、でもダメだ。歌ってる人の名前出てこない。どうせこの試合も敗戦勝利だからさ、どういう意味だよね。ダメだ。あ、ワイルドか、確か。タイプワイルドだっけ。マスラートにちゃんちゃか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 ち
何々してからどれだけの時間かなろう。よし、えらい。よくそっちからローンした。わー、でも安っ。あんまりこの音知らねえんだよな。わー、ラプラスか。船がなくても泳げなくても君が呼んでるよ。これもね、あんまり知らねえんだよな。タイプワイルドだから多分上手だと思うんだけど、この辺あんまり聞いたも聞こねえんだよな。うわ、リンシャン解放狙いたいけど、マチパイできなあかん。行くしかねえ、ごめん。本当は上がるつもりなかった。でもね、上がるしかなかった。ていうか、ドラで死んでるし。なんかごめん。本当はね、ここで潰しても意味ないんで、こっちとやんなきゃ。だからね、ここでやんなきゃいけないんですよ。あ、やっぱりさっきのラプラスが最後だ。昔の上等リーグ。君のつけた道が名をあげてごらん。未来を作る。多分これも小林幸子だよな、確か。違ったっけ。頑張ることに疲れた時には空を見上げて涙を流そう。頬撫でる風がきっと来るから、転んでもいいさ、君は気が素敵さ。傷つかぬものに。近場近リーチ。はい、一発ローンシネファック。ごめん。まずシネファックちょっと閉めた。ごめん。まあでも羽マンだから、1万8000点か。まあ1万8000点でもいいや。この後のエンディングってなんだっけ。覚えてねえんだよね、エンディングの10番。ポルカ踊るかだ。うわ、懐かしい。ポルカ踊るか見て。YouTube なかったんだよね、前回探したの。ちょっと待って。ちょっと待って。ポルカ踊るか。ポルカ、ソルカ、ポルカ踊るか。隣のあんたも。あ、でもねえわ。遠くに踊ってるか。お風呂の温度は39度、カレーは中辛、布団は羽毛、好みは完璧、バッチリメモリ。お待たせしました、はいよ。ダンスのリズムで何もかも忘れて大騒ぎ。今日があるから、人が飲み物飲もうとした時に失敗してないで。踊るか踊るか、家庭に踊ってるか。これ9ピン来たらさ、うわー最悪。9ピン来たらいつまちいって音したら捨てられたわ。来ちゃったわ。隣のあんたも家屋に踊ってるか。次なんだ。あー懐かしい。耐えきれずに今流した君の涙が光って、それでも変わらずに気ままな風は胸を揺さぶるよ。頑張ることは大切だけど、正直な君の弱さを隠すためだけにある。あれ待って、
待って。種だけにある強さならなくていいから今は見えなくても確かに君の胸。あ、そういやさ、武蔵のハブネックってどこ行ったの？毒ケイルはさ、あの恋のやつで逃がしたっていうのわかるんだけど、ハブネックどこ行った？今思った。強さは君の笑顔を待ってる。次なんだ。おお、あれか。Go go let's go やっぱり真夏は Go go let's go 海行きは Go go let's go 僕らのホリデー Go go let's go 始まるよあちちのちあちちのちご用心ご用心あちちのちあちちのち熱い砂浜踊っちゃうあれもしたいしこれもしようかな楽しい夏はいつも駆け足いっぱい遊んでいっぱい笑っていっぱい喋って大騒ぎいっぱい泳いでいっぱい思い出いっぱいいっぱい作っちゃおう Go go let's go やっぱり真夏は Go go let's go 海一番Go go let's go 僕らのホリデー Go go let's go 始まるよー次なんだグローリーで当たった土砂降りの雨もグローリーで強い北風もグローリーで全部受け止めて突き進めグローリー確かグローリーがさあれ最後じゃなかったっけなんつれ確かグローリーがね最後だと思ったんだよなあの方言地方のやつは多分バトルハンデってこれだっけそこで覚えてねえんだよな言われる汗拭けば生きてるって感じ焼いてって時にはめちゃくちゃ落ち込んだってじっと行けるはずさ信じたなら自分をグローリーで迷った時にはグローリーで完全に聞けばいいグローリーで外耳すませば聞こえてくるブリンマイセンあ、そうだ多分ね、この時だそうだこれグローリーで多分ね、本音中あの、上手劇だで、この後あれだよチャン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 ってあれだよあの、BGM 流れながらあの、次回放送なんだよで、遥かのテーマかあれでも違うのあれ、一本足りなくねあれ俺の記憶だと遥かのテーマの目なんかあるはずなんだけど、ちょっと待って。あれ？ポケモン。いや、でも、そうだよ、ね、グローリーでの時は絶対あるだもん。チャー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 であるだもん。あの歌だもん。なんだっけあの、あ、ごめん、間違えはってちゃった。まあ、いいや。なんだっけあの歌。あの、まさら、あれなんだっけあの、ポケナビがどこみたいな歌。あれなんだっけまさら。まあ、いいや、ポケモン、ごめんなさい。アドバンスジェネレーション。あ、ちょうどいいや。そうだ、YouTube がある。アドバンスジェネレーション一部あるんだ。ちょっと待って、エンディングあるかな。あ、でもグローリーデーだ。なんで？あれか。あれの時でもグローリーデーだったんだ。一か八か。
来い、最後の1個。よかった、ローンされなくて。今のでローンされたらマジギレ大敗してた。行くしかねえんだよ。しょうがねえ、これはしょうがねえ。でもなんか意外とグロリーデーなんだ。ちょっと待って。あ、なんかすげえドロドロになった。あ、ごめん、グロリーデー自体がやっぱりあれだ。あれか、バトルロリーデーでもあったんだ。あの、なんか意外だった。グロリーデーなんだ、アドマチで。なんつうの、なんつうの、あれ。ジョジョギだよね。なんだっけ、あれ。名前が出てこない。なんだっけ。名前が出てこねえんだよな。バトルフロンティア。名前が出てこねえんだよ、最近、年のせいか。で、どこまで出てっけ。あ、そうだ、はるかのテーマか。しなりと、あびりと、スイッチが入る。うわ、マジ半分は不安かもくじけそうな気持ち気合いパンチでただパートナー信じてイナルを目指す輝いた会場にこだまする手拍子盛り上がる歓声に確かな手応え感じて私負けない本気モード全開絶対諦めはしないギリギリまで明日見つめて笑っていたいから次の一撃で決めたいリボンをゲットきっと勝つ。あれか、さっき言った俺が言ったカバちゃんのさ、あのポケモン言えるかなって、あれか、多分ポケモンサンデーかなんかの歌か、多分そうだと思うんだけど、こうなってくるとピンクに輝く自慢のポケウェッジ迷った時にはコイントスをしていつでもまっすぐ前を見つめてる強くなれる君のそばで力になれる頑張れって言うより大丈夫って伝えたい信じる勇気あれゴーゴーゴー君とならげ一緒にせ飛び越えてゆけるだろうこんな山もどんな谷も怖くないさみんなでイエー一緒にせ押したいじゃん今すぐ習慣を感じて走り出そう風に乗ってもっと強くじゃあとりあえず動画切り替えてノーマル戦いきましょうか